キングスクロス火災は1987年11月18日の19時30分ごろロンドン地下鉄の主要駅であるキングスクロスセントパンクラス駅で発生した火災事故。この火災で31人が死亡し100人が負傷した。同駅は地上でキングスクロス駅に隣接し、地下にはメトロポリタン線のホームがあるほか、ノーザン線、ピカデリー線、 ビクトリア線のプラットフォームが地下深くにあるが火災はピカゲリー線へと続くエスカレーターで発生した。火災が通報されたおよそ15分後、ロンドン消防庁の第一陣が現場に到着し調査している最中フラッシュオーバーが発生。エスカレーターの上にあった切符売り場は芝叩く間に炎と黒煙に包まれた数の犠牲者が出た。事故後に行われた公式調査では 火災原因は火のついたマッチが木製エスカレーターに投げ捨てられたことによるものであり、さらにこれまで知られていなかったトレンチ効果という現象により縁が一気に燃え広がったことにより多数の犠牲者が出たものとされた。ロンドン地下鉄当局は過去に地下鉄で重大な火災事故が発生していなかったことに甘んじて駅員にほとんどあるいは全く火災。 避難訓練を受けさせていなかったとして、その対応を厳しく避難された。この調査報告書が公開されると、ロンドン地下鉄とロンドン地域交通局の上層部幹部は辞任に追い込まれ、火災予防のための新たな規則が策定されることとなった。キングスクロスには、地上路線の主要駅である、キングスクロス駅やメトロポリタン線の地下ホームに加え、ノーザン線、ピカデリー線、 ビクトリア線への乗り継ぎのためのプラットフォームが地下深くにあった。構内にはピカデリー線とビクトリア線へと続くエスカレーターが一本ずつあり、ノーザン線へはピカデリー線を通る形となっていた。また、ピカデリー線とビクトリア線は階段でつながっており、その階段からはイギリス国鉄のミッドランドシティが使用するムーアゲート駅行きの地下ホームとペントンビルロードへの 出入り口に通じていた。1987年11月18日の19時30分頃、複数の乗客がピカデリー線のエスカレーターで火災を目撃し、通報した。通報を受けた駅員とイギリス鉄道警察が調査に向かい、警察官1名が消防局に無線連絡するため地上に出た。19時36分、消防局は、 消防車4台とはしご車を出動させた。火災はエスカレーターの下で発生しており、消火器を使える近さにまで近寄ること。校内には水噴霧式の消火器もあったが、駅員は訓練を受けておらず、使用法がわからなかった。19時39分、ビクトリア線側のエスカレーターを使用して駅から避難することが決定された。その数分後、 消防車が到着し消防士がエスカレーターを降りて火災規模を確認したところ火炎の大きさは大きめの段ボール箱程度であったので空気呼吸器を装備した隊員が水噴霧器で消火に当たるプランを立てた。19時45分、フラッシュオーバーが発生。炎の噴流がエスカレーターシャフトを通りエスカレーター上の切符売り場は芝叩く間に炎と黒煙に包まれ、 その場にいた乗客らの多くは死亡あるいは重傷を負った。また、地下構内にいた数百人が地上に出ることができなくなり、ビクトリア線の列車で駅から避難した。警察官数名が負傷者を連れてミッドランドシティのホームから脱出を試みたが、通路は清掃担当者によって施錠されていた。駅員と女性警官がメトロポリタン線のホームに閉じ込められ列車で救出された。 150人以上の消防士からなる消火班30班が配備された。ロンドン救急サービスの救急車14台が負傷者をユニバーシティカレッジ病院など近隣の病院に搬送した。火災は翌1時46分に消し止められた。この火災で31人が死亡し、100人が病院に運ばれ、うち19名が重傷であった。 現場に最初に到着した消防隊の隊長であるコリン・タウンズリーは切符売り場でフラッシュオーバーに愛命を落とした。タウンズリーの遺体はパンクラスロードへの出口階段の下で黒焦げになった乗客の遺体の横で発見された。タウンズリーは身動きの取れなくなった乗客を発見し救助しようとしていたものと考えられている。最後まで身元特定ができなかった遺体。 通称、マイケル、または、ボディ115は、火災から16年後の2004年1月22日、法医学的証拠により、スコットランド・フォルカークのアレクサンダー・ファロンと判明した。アレクサンダーは妻に先立たれ、4人の娘たちは、独立しており、連絡も稀であった。娘たちは1997年頃から、父親が、 キングスクロス駅で死んだのではないかと疑い始めていたが、当初、遺体の年齢は50代から60代とみなされていたこと、そのため別の行方不明者が候補に上がっていたこともあり、身元の確認が遅れたのである。1990年のニックローの曲、フーアズザットマンは、長らく身元不明であった、この遺体について歌ったものである。 メトロポリタン線のキップーリバとホームは無傷であったため火災の翌朝には業務が再開された。ビクトリア線はエスカレーターが少し損傷したが翌火曜日から通常運転を再開した。ダサン線のホームが再開したのは4週間後のことであった。ピカデリー線のエスカレーターは全損したためすべて交換され新規エスカレーターは 火災の16ヶ月後の1989年2月27日から供用開始となった。それまでの期間、ピカデリー線にはビクトリア線かミッドランドシティのホームを通らなくてはならなかったため、ラッシュ時には一方通行に制限された。ノーザン線のホームはキングスクロス駅と直結しておらず、ピカデリー線のエスカレーターを経由して通じていた。ビクトリア線のエスカレーターは、 他三路線の乗客で満員状態であったため、ノーザン線の列車はエスカレーターが復旧が完了するまで、キングスクロス駅への停車を見合わせることとなった。合わせて寿命が近かったノーザン線のエスカレーターも交換されることとなり、ノーザン線が通常運転を再開した1989年3月5日のことであった。事故の公式調査は、 委員長のデスモンド・フェンネル他4名の専門家による調査委員会によって行われた。調査は1988年2月1日、ウェストミンスターのセントラルホールで開始され、91日に渡る証拠聴取を行い6月24日閉会した。グリーンフォード駅の木製エスカレーター、キングスクロス駅で火災を起こしたものと同等のもの、同駅の木製エスカレーターは、 駅のバリアフリー化に伴い2014年3月10日で廃止予定である。ロンドン地下鉄は1985年2月から駅構内の地下部分が禁煙となっていたが、調査の結果乗客が火のついたままのマッチを投げ捨て、それがエスカレータ側面と踏み板の間に落ちて燃え広がったのがほぼ確実に火災の原因であるとされた。また、警察の調べでは、 出火場所がエスカレーターの下で近づくのが難しい場所であり、現場からは燃焼を促進させる物質なども発見されなかったため、放火の疑いはないと判断された。現場調査担当者は、エスカレーター側面の8カ所の木が焦げて炭化していたことや、踏み板にマッチが挟まっているのを発見しており、これは火災が過去にも同様に発生していたが、その際は、 火が燃え広がらずに自然に消えていたことを示すものであった。地下鉄車両内での喫煙は1984年7月から禁止されており、オックスフォードサーカス駅の火災以降は、地下駅構内すべてが禁煙となっていたが、喫煙者の中にはこれを無視して、タバコを投げ捨てていくものも少なくなかった。現場調査では、エスカレーター踏み板下に、 グリースの塊があるのが発見されている。グリースは着火しにくく火の周りも遅いと考えられていたが現場で発見されたグリース界は繊維状の物質が多く混ざっており実際に火のついたマッチをエスカレーターに落とす実験をしたところマッチはこのグリースに着火して火は燃え広がりその後消火されるまでの9分間燃え続けた。この実験は キングスクロス火災の第一目撃者の証言を再現したものであったが、委員会の4人の専門家の間ではなぜ小さな火がフラッシュオーバーを起こしたのかについて意見がまとまらず、校内天井の塗料によるものではないかなどの見解も示された。キングスクロス駅の模型が原子力研究所内に作られコンピューターを使ったシミュレーションが行われた。その結果、炎は 切符売り場に到達する火炎の粉流を生み出すまでは、垂直には燃え広がらず、エスカレーターの床面に止まったままであった。この結果は目撃者の証言と一致していたが、シミュレーションの表示画面は、炎が30度の角度のエスカレーターと平行に燃え広がる様子を示していたが、こうした現象はあり得ないと考えプログラミングに誤りがあったと疑う意見もあった。 バックストーンにあるイギリス安全衛生庁の敷地内でエスカレーターの3分の1サイズの模型を使った実験において着火してから7分半の間火は燃え広がらずに止まっていた。火事体はエスカレーターの金属部分に溜まり火よりも先に熱だけがエスカレーターの溝を上昇していった。そしてエスカレーター口の内部でフラッシュオーバーが起こると炎のサイズは 劇的に増大し火炎の噴流となって模型の切符売り場を襲った。本県においてはエスカレーターの30度という角度が重要な役割を果たしていた。切符売り場の乗客たちはこの時まだ知られていなかった後にトレンチ効果と名付けられる流体力学上の減少によって命を落としたのであった。調査報告はこの新たに発見されたトレンチ効果によって 19時45分に火災がフラッシュオーバーを起こしたものと結論付けた。ただし、傾斜地において対流により空気を取り込み高熱を生み出す。トレンチ効果自体はアジア圏では古くから上り窯として利用されており、世界的に見れば新発見とは言えない。報告書はまた、これまでの火災で死亡者が出ていなかったがために災害を軽視していたとして、 ロンドン地下鉄を厳しく避難した。駅員は火災が手に負えなくなってから消防を呼ぶものとされており、可能な限り自力で対応するものとされていた。火災はくすぶり火と呼ばれ、駅員は火災対応や避難の訓練をほとんどあるいは全く受けていなかった。1987年の火災を伝える駅構内の名番報告書が公開されると、ロンドン地下鉄を呼び、 ロンドン地域交通局の幹部は辞任に追い込まれた。木製の踏み板はエスカレーターから外され、エスカレーター下には熱感知器とスプリンクラーが設置されるようになり、無線連絡システムと駅員の防災訓練の改善が図られた。火災発生から5日後の11月23日には、ロンドンのすべての地下鉄駅構内で喫煙が禁止され、1989年には、 火災予防規則レギュレーションズ1989が導入された。木製エスカレーターは段階的に金属製のものに交換され、2000年代初期にはほとんどの駅で木製エスカレーターは廃止された。2014年3月10日、グリーンフォード駅に残っていた最後の木製エスカレーターが撤去され、ロンドン地下鉄のエスカレーターは全て金属製のものに交換された。 火災の消火活動に当たった6人の消防士に表彰状が送られたが火災で命を落としたタウンズリー隊長もその一人である。またタウンズリー隊長に対してはジョージメダルも授与された。火災のすぐ後追悼式がセントパンクラス協会で取り行われた。また火災から20年後の2007年にも駅構内で20年追悼式が行われた。 25年目の2012年には、駅近くのブレストサクラメント協会で、追悼式が行われた。これに加えて、犠牲者を追悼する名盤が、セントパンクラス協会内に設置され、ダイアナ妃によって除幕された。追悼名盤は、キングスクロス駅構内にも同じく設置された。キングスクロス火災は、ドキュメンタリー番組ディザスターのエスケープや、ザ・デー、アイニアリーダイドキングスクロス、 ビニースザインフェルのまたセカンズフロムディザスターキングスクロスファイヤーなどで放映された。ありがとうございます。